マドンソクまたアメリカ名で、ドン・リーは、主に、韓国で活動している、韓国系アメリカ人の俳優。身長178センチメートル、体重100キログラム。キャリアの初期は、本名のイ・ドンソク名義で活動していた。1971年に、韓国で生まれ、子供の頃に、映画、ロッキーを見て、ボクシングを始め、俳優を目指すようになる。 その後、父親の事業がうまくいかなくなったことから、アメリカ合衆国在住のおじを頼って1989年に18歳で、家族と共に移住して、アメリカ合衆国国籍を取得、コロンバス州立大学で体育学を学び、フィットネストレーナーやボディビルダーとして活動する。総合格闘家のケビン・ランデルマンやマーク・コールマンのトレーナーを務めていたこともある。 1994年にアメリカ合衆国でミュージカル俳優としてデビューし、2002年に韓国映画天群のオーディションに合格して、韓国で本格的に俳優として活動するようになるが、映画の公開が遅れたために後に撮影した映画風の伝説が先に2004年に公開され、天群は2005年に公開された。2021年公開の映画エターナルズで、 ハリウッド映画に初出演。韓国での愛称はマブリー。2016年11月からジムトレーナー出身で17年下のタレント、イェ・ジョンファと交際している。ありがとうございます。